録音を聞きながら河川に聞いた言葉を入れなさい。時間詞これから今から今すぐいつまでもずっとしばらく少しちょっと 少々、最初に、はじめに、先に、次に、終わりに、最後によく、まず、あと、すぐ、 前に、あと、もう、手から、から、まで、まだ。用まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください1番男の人と女の人が話しています女の人はこれから何をしますか松本さん、これちょっと… 見てくださいませんか。ごめん、今から会議なのよ。そうですか。じゃあ会議の後でお願いします。いいわよ。あ、会議の後はお客さんが来るわね。うーん、お客さんに会った後はどうはあ。一緒に、 晩ごはんを食べながらやりましょう「女の人はこれから何をしますか」2番 男の人と女の人が話しています。女の人は昨日何をしましたか松本さん、昨日は何をしましたか本を読んでいました。じゃあ家にいたんですかいいえ。ああ、じゃあ図書館いいえ。昨日 天気が良かったですから公園でああ、いいですね女の人は昨日何をしましたか 3番男の人と女の人が話しています男の人の娘は大学で何を勉強していますかこの写真は娘さんですかええそうです娘さんはもう働いているんですかいいえまだ大学生です今何を勉強しているんですか 英語を勉強しています高校の時は絵を勉強していましたああそうですか男の人の娘は大学で何を勉強していますか 4番男の人と女の人が話しています仕事が終わってからすぐ何をしますか今日は6時ごろには仕事が終わりますねレストランで食事でも行きませんかああいいですねでもあ忙しいですか明日… 友達の誕生日のパーティーですから、プレゼントを買いに行かなければなりません。じゃあ、食事の後、一緒に買い物に行きましょう。デパートは7時までですので、食事の前の方が。わかりました。そうしましょう。仕事が終わってから、 すぐ何をしますか五番女の子が先生とピアノの練習をしています。女の子は今からどうしますか 先生ちょっと休んでもいいですかえ練習を始めてからまだ30分ですよお腹がすきましたけどあと15分頑張りましょうはーい女の子は今からどうしますか 6番、男の人と女の人が話しています。男の人はこれから何をしますか山田さん、ちょっと食事をしてから帰りませんかすみません。今日はちょっと。野球の練習ですかいいえ。あ、英語の教室ですかいいえ。友達と一緒に、 野球を見に行きます。そうですか男の人はこれから何をしますか7番。 男の人と女の人が家の掃除をしています。男の人は次にどこを掃除しますか庭もう終わりました。お風呂の掃除も終わりました。じゃあ今度どこを掃除しますか玄関か台所か 玄関お願いします。台所は私がこれからしますから。男の人は次にどこを掃除しますか 八番、男の人と女の人が話しています。男の人は何をしていますかあの、すみませんが…えここでは…あの…タバコは…あ、そうなんですか。すみません。男の人は何をしていますか 9番男の人と女の人が話しています男の人は明日何をしますか明日土曜日ですね今週はとても忙しかったですよそうですか明日も仕事いいえ明日は休みですどこかへ出かけますかいいえ 明日は家で子どもと遊びますそれはいいですね男の人はあした何をしますか 10番男の人と女の人が話しています。女の人はこの後すぐ何をしますかああ、今日の仕事はもう終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ今日は金曜日ですから、鈴木さんはこの後英語の勉強ですよね。 そうだったんですが、今日は先生がお休みです。だから家へ帰る前にちょっと本屋で買い物します。女の人はこの後すぐ何をしますか